日本鹿児島県薩摩仙台市日脇町島の玄丸山を日脇町市日野の市日野川上の橋より望む日脇町島の原は鹿児島県薩摩仙台市の大技。旧薩摩郡日脇号島の原村、薩摩郡日脇村大技島の原、薩摩郡日脇町島の原。郵便番号は895-1202。人口は3115人、世帯数は1442世帯。 薩摩仙台市のほぼ中央部、日槻川中流域に位置しており、川沿いに中石平野が広がっている。旧日槻町の中央部に位置し、旧日槻町の行政及び教育の中心地であった。阿佐駅の北方に、日槻町層や中村町、北方から東方にかけて、入木町、添田、東方に、入木町浦野を、南方に、日槻町市日や、 西方に営利庁がそれぞれ接している。麻生駅の中央部には、薩摩仙台市立日脇小学校や薩摩仙台市、役所日脇支所などが所在している。2007年には、地域内にあった鹿児島県立日脇高等学校が、鹿児島県立入力商業高等学校と合併し、入力商業高校跡地に、鹿児島県立川薩青州館高等学校が設立され、 2009年に並行したため現在は、跡地は一部を除いて使用されていない。南部には、薩摩仙台市立日脇中学校が所在している。付近には、多円酒造があり、日本初の小中資料館がある。阿生駅の中央を、鹿児島県道335号市揮や統合線が、鹿児島県道42号川内かじき線より、分岐した後は南北に通り、 薩摩仙台市役所日脇市所付近で、鹿児島県道333号、川内県道院線と分岐し、西方に進路を変える。県道333号は、西方より北方に進路を変える。東方に、鹿児島県道346号、山田入来線が南北に通っている。東原という地名は、鎌倉木より見え、薩摩国入来院のうちであった。江戸期には、 薩摩国薩摩郡日脇座とのうちとなり、村高は五紐雑誌及び、天保豪町では3882国余り、急校給料では3358国余りであった。村域内には日脇座との児童カリアが置かれており、カリアを中心にふもとの町が形成されていた。1889年に町村制が施行されたのに伴い、当の原村は、 地域の村、倉の村とが合併し、日脇村となり、塔の原村域は、日脇村の大技、塔の原となった。その後1940年には、日脇村が調整施行し日脇町となり、日脇町の大技、塔の原となった。1987年には、地域内を通っていた、宮野城線が廃止され、同時に、地域内にあった日脇駅、上、日脇駅は廃止された。 2004年には、日脇町が、川内市、東郷町、入木町、稽道院町、里村、上古式村、下古式村、鹿島村と共に新設合併し、薩摩仙台市の大技、日脇町等の原となった。鹿児島県立日脇高等学校は土地。2009年に統合され平行薩摩仙台市立、日脇中学校薩摩仙台市立日脇。 小学校公共教育郵便局人員企業私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。旧日脇駅駅,駅舎。現在も鉄道資料館として廃止当時のまま駅舎が減損している県道日本国有鉄道宮の城線1987年の廃止までは地域を東西に通っていたが、1987年に 第二次特定地方交通線に指定され廃止された。現在も日脇駅は鉄道記念公園として保存されており、駅舎は一部を除いて当時の状態に保存されている。ありがとうございます。